このチャンネルは TGM の補助教材として大人のギター講座をやっています。会員様に向けたものですが、会員様のご好意によって一般公開にしております。しかし単体で勉強の内容を作りますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はですね、会員様から質問いただきました音楽の歴史の勉強の仕方を教えてくださいということなんですね。で、音楽の歴史を勉強するにあたっていくつかのおすすめの本がありますので、これまずここに挙げておきます。最初にですね、これは私が個人的にお勧めしている方法としてですね、千倉八郎先生のこの音楽史っていう本ですね、これを最初にお読みいただいて、その次に H.M. ミラーっていう人の本をお読みいただくと、でその後にですね、20世紀専用の20世紀の音楽っていう東海出版が出てる本があるんですけども、それをお読みいただいて、その後にグラウト・パレスカっていうその人が書いた本が3冊上中下と出てるんですけども、これをお読みいただくという、こういう順番で進めていただくのが一番いいと思います。概要欄にリンクを貼っておきます。どの本も一軸読んでいくのではなくて、ざーっと読むのがいいんですね。何が重要で何が重要じゃないかと思うと分かんなくなると思うので、ざーっと読んでよく聞く言葉だなと思ったら、それが重要だと思っていくのが一番早いと思います。大前提としてですね、年表みたいなのを頭に入れていく必要があるんですね。それで最初1600年を基準にですね、150年ずつこう区切っていくっていう考え方が結構一般的なんですね。1300年って考えましょう。大体その前後が中世の音楽だと思ってください。実際にはもうちょっと前からなんですけども、中世の音楽、それがまあ大体1450年ぐらいまで、その150年間がその中世の音楽なんだなと思えばいいです。そこから1450年から1600年までの150年間がルネッサンスの音楽だと思ってください。皆さんがご存知のルネッサンスだとか、そういった言葉って芸術とか文学の時代とちょっとずれてるので、予備知識として分かっててください。1450年ぐらいから1600年ぐらいはルネッサンスと考えると、1600年から1750年、この150年間をバロックと考えましょう。そして1750年から50年ですね、900年まで、ここをですね、古典、最初のまあ数十年が古典派なんですけども、古典派とロマン派の時代だというふうに考えてください。でそこからまだ150年今経ってませんので、近現代というふうに考えればいいと思います。まあ20世紀の音楽とか近現代とかいう音楽ですね。各150年にどういったその有名人物がいるか、例えば1600年から1750年までの150年だったら、バロックだったらビバルディとかヘンデルとかバッハとかいますよね。で1750年から1900年までの間だったら、もうものすごい数のモーツァルト、ハイドン、ベートーベン、もうワーグナーからシューベルトとかいろいろいるわけですよ。こういった人物をいろいろ年表として書き出しておくなり、まあ、そういった年表をネットでダウンロードしてくるなりして、それを見ながら音楽史の本を読んでいただいて、今ここの話をしてるんだな、今ここの話をしてるんだなっていうふうな感じでお読みいただくのがいいと思います。本によって時系列で書かれてる本もあればですね、そのテーマごとに分かれてる本もあるんですね。例えば声楽の歴史だとか、鍵盤の歴史だとか、弦楽器の歴史だとか、テーマごとに分かれていくとですね、話が時代がパッチャッったりこっちだったりするので分かんなくなると思いますので、年表を見ながら勉強するというのがおすすめの方法です。でもし分からないことがありましたらですね、すぐに質問すると聞いていただけましたらですね、お答えできると思います。トータルギターマスクではですね、こういったクラシックの音楽の歴史とか、クラシックの音楽の理論とかもどんどん質問していただいたり、私からも有益な情報をお伝えしていきますので、ぜひまだ参加していらっしゃらない方はぜひご利用ください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。